はい、ですね。ちょっとこの呪術廻戦もなかを食べます。ね。ちょっとこれをね、ずっと置いててね。はい。で、なんか、前はね、なんか、あれですね、鬼滅のはなんかすごい賞味期限切れちゃってたんで、もう食べちゃいましょう。ね。こうやってちょっとちゃんと、動画にも残しといて。なんで。動画にもちゃんと残すんでね。はい。これで姿は。このね、ちゃんと焼き付けといて、このね、まず五条先生と虎杖のやつですね。このあんこ。このあんこが、あんこが取れん。あんこを取れん。あんこが。やばい。ハサミ用意してない。あんこ、あんこ。あんこを。大変ですよ。これどうやってやるの？ちょっと待って。うわ、もうこれ出すしかないのか、こうやって。これちゃんとしようかな。最後の勇姿をちゃんと焼き付けた。これでも面白いですね。自分でこうやって作れるから。なんか。やば。まあ、めんどくさい人はめんどくさいかもしれない。よいしょ。やーべえ。しまいちゃった。あんこ普通に美味しいです。じゃあこれを、つけまーす。できました。ちょっとはみ出しちゃったけど。はい、じゃあいただきます。なんか、もなか、パリパリって、なんか、新鮮な気がする。なんか、大体、もともとあん入ってるから、まあ、ふにゃっとじゃないけど、こんなパリパリしないよね。するか。いや、もなか、なんだろう。美味しいです。
次も行っちゃいましょう。この釘崎ちゃんと伏黒のお仲間ね。釘崎ちゃん戻ってきてよ。野原のあの花言葉は何でしたっけ？痛手からの回復ですか。ね、野原ちゃん帰ってくると私は信じてます。もう渋谷事変のあの14巻から15巻にかけても私にとって地獄でした。ななみんと野原ちゃんが好きなんで、もうね、やばいっすよ、あの立て続けだから、あれやばい、あの展開は。二人ともですよ、二人とも。いただきます。はい、ではね、呪術廻戦もなか、いや普通に美味しかったです。パリパリ、なんかパリパリもなか食うのが本当になんか新鮮に感じました。本当はそうじゃないかもしれないけど、はい、というわけでね、またいろんなグッズがね、出ると思うんで、ぜひいろいろ買っていきたいなと思います。それでは皆さん、また見てください。さよなら。